ンズ。おい、次誰死ぬか賭けようぜ、霊界。突進がこの会議で死ぬ。でもあの3歳も今あなた何て言いました？来た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 。反省してない。させさせさせ、反省してない。じゃあ、あ、だから妄想感傷大症で目愛を抱いて理想を叫んだ行き場のない愚者のメロディ。はじめさん、あの時空を超えてあのエアシップという場所に行くなんか魔術唱えてもらってもいいですか？あ、いいね。エアシップへレッツゴー。あんまカタカナ使わん、こういう時全カタカナやん、もう普通の全カタカナ使わん。さすぎでしょ今の。せめてな、ドイツ語とかでしょ。フランス語。イエーイ。あー、あ、あのほなんだって。これも込みがどこにもね。死んでる、早っ。みんな聞いてくれ。いいだろう。聞こうじゃないか。ちょっとイビル怖いからめっちゃ早口で言うわ。早口で言えば確かにな、聞き取りにくいからな。うわ、黙れ。クラモチがな。もう少し早口で喋ったらどうだ。あ、うるさいお前。ちょっとタバコ吸うからちょっと待ってね。早く説明せよ。倉持がな、さっきの試合を見て学びました。仲間を売ることは大切なんだって言ってたからシリフで打ったら死んだ。自分を打ってしまう。あいつはきっとポーカーフェイスだ。なるほど。まずは一人か。なかなかやるじゃないか、シェリー。ああ。そうですね。さよなら。はい、早くしてね。レンズセット。怪しいですね。おめえら。あ、本当に怪しいやつの名前書いときました。なんか違う。怪しいやつの名前。ちょっと見に行くか。やばい。お嬢白いな。やばい。うん。キャモツ。これは なんて書いてあるんだこれは。全く読めませんけどね。なんて書いてあるんですか。字下手なのでは。え？なんて書いてあるんですか。ここ消してくださいじゃん。ここ読めな。読めな。読めな。バですかこれもしかして。いやバではなくないっす。バじゃないですかこれ。バかも。バじゃないですかこれ。バではないですよ。バだよねこれね。バじゃなかったら何なんですかこれ。いやもう続きが書かれてますよ下に。お前バカ野郎。どうバカ。死ぬ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 。バカ。あ、無理すぎる。無理じゃないこれ。無理すぎこれ。私死んでるから。これ無理じゃないの？うわ。嘘だろ。貨物で多分大量死。いやポンズメインで僕が撃ちました。お前またやったのか。あのユッカさんに誰撃ってほしいですかって言って次会った人撃ちましょうって言って次会った。なんでそんな理由で足りなきゃいけないんだ。で貨物にいた人たちがあの魔術で大量に死んでるんで。なんでだ。貨物に誰もいなかったですよ。貨物にいなかったですよ3人。貨物じゃないの？貨物に俺ら今いるけど誰も死んでないよ貨物は。本当になかった。バブっていう文字まで見えてる。あバブっていう。ごめんごめんごめん。ゴミでバブって書いてるやつ。くっそアドミン見たときメインも3ぐらいいた。メインさんがアルマユッカポンズ。おい次誰死ぬか賭けようぜ霊界。4かぐらい。バブルバブル系行くぜ。いや僕は死ぬ気持ちないんだ。 BC 突進がこの会議で死ぬ。でもあの遺言バブルがこの会議で。それ私も思った。ちょっと待ってくれ。俺も突進がこの会議で死ぬと思ったぜ。ああいいだろう。ゲスターでか。じゃあ突進がこの会議で死んだら俺たちの勝ちってことにしようぜ。そうしよう。マブミある人が怪しい。マブミがあるやつだね。じゃあ突進。え？間違えたっていう。完成してない。完成。
今あなた何て言いました？来た完璧だ。させ完璧してない。いけ。何か問題ありました今の。まさか。いけるぞ、どっち。撃たれてもよし。わかんないですけど。惜しい。いけるぞ。これは魔術師ってことですか？フラグがすごい。そこがバレバレやないか、おい。じゃあ、死ぬわ。バブルケーキー、魔術師デスリーム。やったー！やったー！よっしゃー！俺たちの勝ちだー！お前らの勝ちですわ。あー、おもろ。こんな霊界競馬楽しすぎるやろこれ。すげえ、もうチャーリー。いや、おもろかったな。ポンちゃん、ちなみに誰だと思いました？お前、そこの影に隠れて死にましたよ、僕は。マジでこの会議、突進さんが死ぬ。見透かされてる。一番人気でした。それ言ったね、あの5秒ぐらいで突進さんがあれとか言ってやるじゃん。バブルケーキとか言い出してくる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 。魔術師っていうことですか？いや、おもろかったなぁ。あ、ちょっと恥ずかしい。いけいけ。あー、死んでる。裸の心やん、裸の心。そんなに？わぁ、ちょっと左が多分ゆかさん、アルマさんかな。一応瀬戸も OK なの？誰でも多分時間めちゃくちゃ長いから、一人で刺すものを刺すのとか、いや、直しない。左から多分誰か直して、多分生きてる人が直して魔術で治療されてるんじゃないですか。そうで、右はワンチャンあるな。瀬戸さんが最初から右に行ったんだったら置きに行けないと思う。最後ちらっと見えた。じゃあこれ、ハテナさんな気がする。あら、え、どっちか。いや、アベレージもあるぞ。いや、僕メイヤ。じゃあ、ハテナさん。バブケ。僕、ポーカーフェイスなんで違います。捨てゼリフで、捨てゼリフで勝ちを確信してた捨てゼリフだったのに。超かっこ悪い。どうするんだ？だから生きてたのに。もう一回あるんでしょうか。どういう風に受けたんだ。来たぞ来たぞ。これ、お前と一緒にいれば食らわない。間に合え。おお、さすが、いい試合だね。うまいですわ。いや、素晴らしいね。あれは積んでたね、クル。いや、避けれたか今、瀬戸。いや、わかんねえ、場所がどこに出てきたか見えないからね、このプルカーね。うわ、惜しいね。いや、でも、アモアス3年やってるんだけど、一番ダサい捨てゼリフあったね、今日。いや、最高だったね。どっちか、いや、アベレージもあるぞ。いや、僕メイヤ。バブケ。僕、ポーカーフェイスなんで違います。捨てゼリフ。いや、最高だったね、あれね。歯ぐきポーカーフェイスしよう。残念ですね。めちゃくちゃ歯ぐき出てたや。あれはすごかった。いけると思ったのに。最後にクルーメイトを絶望に落としてやろう。最高に面白かったな、マジで。天上天下つなぐ花火かな、とこしえと刹那の出会い、するまちはするまちはする。